こんにちは、ブルーホースです。ということで、いきなりネタバレっぽいのがあったけど、はいはい。ということでね、今回からやってまいりましょうか。The Legend of Zelda Ocarina of Time ということで、私の中ではもうね、ウルトラ神ゲームだと思っている作品なんですけど、ということで、ね、まあ、早速なんですけれども、やってまいりましょうか。ファイルということで、ブルーホースですね。まあ私の名前でやっていきましょうか。いやもう思い出補正が強すぎて、もう本当にね、このゲームはもうクリアしてからもね、あの何回ガノンを封じ込めたかっていうくらいね、頑張った作品ですね。本当にブルーホースやっていきましょうか。エンド。で、これで早速、はい、やっていきましょう。今回普通にプレイしていこうかなと思ってますんで、アイラル王国に広がる二つの森。その森を守り続ける地を、人はデクノキと呼んで、森にはキリ族という地が住んで、彼らはそれぞれ自分だけの妖精を持つ。じゃがたった一人だけ妖精を持たぬ少年がおった。聖なる力を置いて、おう、聖なるのわし、テクノキの言葉を、お前も感じておる、悪しき力、アイラルのその力に飲み込まれようとして、霧の森は命の源、この侵入を阻むことで外の世界を守る。しかし、この強大な悪しき力の全くの、どうやらあの妖精を持たぬ子が勝たねばならぬ。あの子このハイラルを良き方向へ導く。ああこの時代わしに残されたオッケー、片付けて。チュル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 。まあ、いろんな相方がさ、これまで出てきたけど、ナビーほど従順でさ、可愛いキャラっていなかったと思うんだよね。まあ、可愛いかどうかわかんないけど、見た目があるだけさ。Hello! Hello! あの、実は言語は英語です、ね。まさかのここでハローだからね。はいって言って、ハローだった。で、おうちどこだ？ん？あそこね？ん？この、ちょっとドジッコちゃんっていうところも可愛い。実際妖精って中身ってどうなってんのかな。あのほら光の玉になってるけどさ、中身はなんか大妖精様だったりとかさ、もしくはあのティンカーベルみたいな感じなのかな。もう目パチクリしてるけど全然寝てないけどね、今よく見たら目パチパチ。ブルーホース、ねえ起きてよブルーホース、テクノキ様がお呼びなのよブルーホース、起きなさい。声が出ない。魔王、こんな寝ぼすけがハイラルの運命を握ってるなんて本当知らん。声をかけたというよりはあれだね、なんかチュン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 ってて、あ、眩しい明かり、眩しいってなって、おはよう。いや、このドット絵の感じがいいよね。目が覚めたらね、私妖精のナビ、黒木様のご命令でこれから私があなたの相棒よ、よろしくね。黒木様がお呼びよ、さあ一緒に行きましょう。なんでっていうこととかもあの聞かずにね、こう早速ね、こう呼ばれた通りに行くっていうのも、もうなんかいいって結構あれだよね、考えるよりも行動が先タイプなんだよ。あーどうしよう、こいつのこのこのこの声、本来の一番のヒロイン、ヤッホー、ちょっとバカみたいな声になっちゃったな。ダメだ、これはダメだ。どう、こっち話しかけて、あー、妖精ね、やっとブルハスの時にも妖精がいて、だってね、なんか二人まで嬉しくなっちゃう。これでブルハスの立派なコキルザクの仲間よね。テクノキ様とお話できるなんて、私ここで待ってるから、テクノキ様のところ入っていってあげて。い
いきます。というわけで、まずはやっぱり、あれだね。これ、なんて言うの？物知り兄弟のうち。邪魔すんでー。邪魔すんでって帰って、あ、はい。画面のアイコンのことを教えてやるよ。黄色のアイコン。あ、いや、別にいいっす。あ、そっか、これ問答無用であれだ。なんか、いろいろさせられる。ね、こう、壺を壊していても何にも起こらないっていうのは優しい優しい。いや、あ、ちゃ、もう、いいです、もういいです。よし。ドン。ちょっと注目しながらこうやって書いてあるんだろう。注目しながらこうやって、あ、石を投げてあれ、なんかどっかでバック中したら、いけるんじゃない。おめか、どっかで発展したらなんか、あ、もらえた、もらえた。キルキル。3キーくらいもらえるもん。急な FPS 視点。さっき、目の前に岩が転がって。岩転がってこなかった。ああ、やった。どっから岩が転がって。どうやってんだろうね。神に多分あれだよ、何かが言う。早速銃刀法違反をします。あ、でもゼルダもすごいよね、本当に。ティアキンとかさ、ブレワイとかさ、ブレワイはちょっとね、残念ながらやったことがないんですけど、ティアキン、出せるし、装備しましょう。ティアキンとかさ、で、ティアキン、ブレワイにさ、で、なんだっけ、ホワイライトプリンセスとかさ、あれですよ、腕の高さ。ね、一個一個こう感動がある作品が非常に多いっすよね、ゼルダってね。ティアキンに関してはね、嫁さんといろんなゲームをやりすぎて、未だにまだクリアができてないクリアができるんですけど、1年半しか経ってないのか、残念ながらまだクリアできたしかない。ポイントを注目して、あ、はいはい、ケドロちゃんが呼んでるの、一緒に来て。分かってるけど、なんかね、嫌がらせしてくるやつがいるから、そいつをね、ギャフンと黙らせるために今ね、アイテムをね、さらって、あ、こっちじゃない、デクノキー様じゃない、あ、あんなところにもコインが、コインじゃない、ちょっと半分、よし、こいつを壊したらあれだ、これを軽々持ち上げる時点であれだな、なんかってなってたやつに比べるとあれなんだな、すごいこう力持ちなのかな、リンクって。そういうところからあれだよね、ボーボーっていうか、これまたシドじゃなくて、シドだっけ、嫌がらせしてくるやつ、こいつの家のね、こいつの家をめちゃめちゃ勝手に漁りまくる11ルピーとハートを奪って、あいつもだからハートで体力かな、ハートキャッチできやかもしれない。今体力に入ってもっとちょっと、あれ寄せる方にブルフォース、デクノキ様の声なの、それってすごく名誉なことよ。だってデクノキ様は私たち貴族のみんなや俺の守り神ですもの、なんか助けてください。シンプルなその疑問としては、本当にどうやって生まれてんだろうな。だから大人にならない種族なんでしょ。じゃあ子供同士がやってることをやる、やるべきことやってるってこと。すごい下世話な話になってるけどさ、とまあつまりそういうことだろう。じゃん、よっしゃい、じゃあ天使と話して、天使と話して、ほいほい、タララレイ、すぐ切り替えて、オッケー、今は使えないので、
つまりデクノキを削ってるあーデクノキ様とお亡くなりになる、ね、ここは誰だサリアの家はいハートがいっぱいだまあいらないっすねこれ本当に誰ですよサリアの家あやっぱサリアはあれなんだなもうハートが振り切らしてくれるんだなこれもさ、リンクってさ、これ何歳だっけなんか10歳くらいの設定だっけ ?10 歳の男の子がさ、急にさ、お前は世界を救うためのなんかあの勇者なのじゃとか言われてーこういうことがなんかあの、実際増えてくと。でね、あの、カメラワークがむずいんですよね、これね。ほら、最近のゲームになりすぎてさ、なんていうのあ、ちょ、危ない危ない。ほら右スティックとかでさあの右スティックキャッチプリキュアでさ点変更ができたりするじゃないですかこれできないもんね、うん、まだこれから一人前見ていいまあ本当にいいっすあのちょっといい景色を見に行く俺はもっとてっぺんへ行くぞといいねなんかこうコンプリを目指すわけじゃなくて普通にストーリーをあのクリア目指す感じであの今回ゲームやっていこうかなと思ってますのではい、あ、めっちゃ女の子になるそこはご了承くださいえ、お前それ取られんのかよとかっていうねあの、なんかちょっとそういう いじめ的なのがネットにしてエロいなこれじゃルピー持って赤いお屋根のお店お買い物ルピーって緑が一赤あ赤まだ見たことないな金と金が見たいなこういうのと小ネタとかいっぱい出てそうだよねこれ出て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 名前なんだっけクルクセブラタケケント盾くらいは装備してこいっすあれなんだデクの盾つけてるじゃんあっそれコキリの剣熟章でもよそのまま持ってたって弱いやつ弱いだからなふんこのあミドだシドじゃねえわシドはあれだあのトイストーリーに出てくるやばいやつなんでデクの盾誰お前なんかあれだあのアニマタはお呼びじゃないんだチャラチャチャーン。へい。あった。どうか。まあこのままなら収録時間あれだね。ピクピク様、ただいま戻りました。このままあの中に入っていこうかなと思います。おう、あれ、戻ったか。そしてブルーマス、よく来た。俺の精霊であるのは知ってくのか。お前は最近毎日恐ろしい夢を見ているわけじゃこの夢はこの世界に忍び寄る邪悪な気配するお前はそれを感じているじゃどうするかお前の勇気を試させてほしいわしは呪いをかけられたお前の知恵と勇気にそれを解いてほしいあ、ちょっとすいませんナイスあの僕ビビりなのまだ芯がないそれでは霧の森に戻り使い方を学んでくるから失格ができたから再びここへ絶対出たい。ここに潜んでるこいつを倒してからにしようかなと思って。えい。えい。じゃあ話しましょうか。よし、オッケー。ああ、Z だっけ。アシアの。ああ、同じ話です。はい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 。はい、では、ナビ。失敗。どうせ、UFO の力。C ウェアは別にあれですけど、普通に注目の対象として言っていただけるのは非常にありがたい話ですね。ということで入っていきましょう。プーン、プーン、プーン。違う違う。これは、なんかどっか あの岩を食べる、ね、テクノキ様の。あーあーうめやーへい。ガラチャチャーン。テクノキの金魚だ。C、セットしよう。ガット、グラマシ。これが意外と強いんだよな。こうと、いや、こちらかな。セーブがないか。あ、あ、ワンで使えるんだ。なるほどな。どういうことか。痛い。この壁、下が絡みついて、ルーゴースなら登れそう。え、あ、
パワーできる。意外とすぐ離れる。下手くそすぎる。やばいやばい、こんなど下手くそだったらみんながイライラしてしまうではないか。何よりもプレイしている本人がイライラしてしまうではないか。さあ行こうか。違うって間違えた。あの B と Y の位置を変えたい。ぜひ変えたい。やった。こいつは倒したいけど倒せないから。テレコーヒー。おまたねー。マップを見てみよう。この B の位置がね、B と A の位置がさ、ね、64のあるんだけど、違う気がする。扉の前に立って A で開けられるよ。アクションアイコン。よし、よく見てね。痛いって勘弁、備品っていうから許してみ。機械がジャンプするときは、スリティスティック前に行ってればクルリと回ってノーダメージ。あんまり高いと保証できないけどね、危険。前行きがあるならチャレンジするみ。R2 っていうのがないか。これ、あれなんで、これは絶対出る。マップを出すか出さないか。あーここでのダンジョンアイテム。この種を発射、次にしたい場合は死を長めに押して初めから種をさ、ただし種はマックス、ありがたい。そしたらあれだ、あーそうか、これ上と右が逆なんだ。上と右が逆ってなんだ、左右じゃあ上下逆なんやな、これな。あれ、慣れるまで大変かもしれない。揃えてくれたら嬉しいんだけどな、どうなんだ。これハート。ないね、なんとなく。特に、ないかな。よし。この高さから落ちたらね、もうあれだ、俺も階段2段ですらさ、ダーンって子供の前でかっこつけてさ、それで、パパすごいとか言われるから、頑張ってダーンと降りたら、まあね、普通にね、もう痛めるんだよな。じゃあ上早速登って、えい、登っていこう。どこまで進もうかな。時間が時間だからな。まあ1ステージ目だからそんなに時間かかることはないんだけど、そうなると次どこに行くかっていうのがなんかすごい途中途半端な感じになったりする可能性もあるから、地下降りたら一旦終わりにするか。で、ね、やっぱジラシックでも大丈夫だよ。クリアー。オッケー、チェックリストが出る。何も出し上がらない。よし、じゃあ入って、あ、閉められちゃった、どうしよう。あ、ダメだ。ここに行けばいい。はい。して、テレ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 
わじわじわじわ。でも奥のやつってさ、確か普通に見つけられた敵の棒を出してくれた。あいつ普通に横すり抜けていける系タイプの女子だよ。どんな女子だよ。タル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 バッタってタルタルタルえい。あ、えい。いや、お疲れさまでした。よし、じゃあ、あれは、あいつ、あれ復活しながらあいつ。
あ、黄金スタルシラ、黄金スタルシラ結構すごい。魂を浄化させていくことによってリンクはいろいろと得をすることができるようになります。あ、ピケール、あれピケータ昔のゲームだから、あのなんだろう、処理の問題とかいろいろあって出ていく定めなんです。名前なんだ、サルチュラ、大サルチュラ、柔らかいお腹じゃなくてお腹よし、じゃあ行こう、えい、うわー、ピヨン、バチュラー、よし、オッケー、ジャガーシン、ジャガーシン、今ジャンプ切りした。あー、ウソやん、でテクノ、緑の血が出てるのは、これは果たして誰の血なんだ。今、黄金スラッシュに当たってない時には血が出る。とりあえず50個だけやってればいい。いけた。そしたら、ですね、あ、ちょっと、まだいたの。えい、はい、届いた。だけど、ブーメランだし、よしよし、俺が思う、すげえジャンプがすごい、まあ収録時間がね、いつものごとく20分を過ぎたところなん、あ、いや、やっぱあれべきだよね、中途半端みんなあれだもんね、うん、よし、あ、違う、うわ、出血大サービスだ、最後までやっちゃおう、つい、このステージクリアまで、あと10分くらい、そんなかからない、ウィーウリウリウラ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 、よしてピー、もうしなピー、目がしてくれていいことしているピー、紫色に三つ頃でくなって、また順にやっつけると復活しちゃうピー、その順番は兄さん一番、お兄さんがやっぱり一番なんですよね、まあ、長男である私のことを、ありがとうございます、じゃあ間違えた、あなたの B と Y の位置をじゃあ、ああ初めて、霧の森ってことはさ、あれなんだよ、多分普通に全部での貴様から全部これ量産してるってことやな。ちなみにさ、で裏はないのかな、ゼルダ。これ今スイッチやってるけど、他に裏はないよね。水に入ってから A を押したままにすれば潜れると。あと1くらいはね。タイミング下手くそだったらこう言ってるって、あ、なんとかなんか、あ、こっちこっち、はい、ピーしていい、ピーちょっと、なんで後ろ向けるんだ、なんかってもなんかな、あ、このブロックを前に立って A で使うと動かせるよ、それからブロックの前でこれたらよし登れるよ、アクションアイクを押して、はーい、長いところで次に戦ってくる、気がついて、よいっす、よいっす、終わりましょう、えい、あ、上がるわー、あ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 れ、次に倒せない、普通に燃やす、
ちょっと待って、テクノ、あれ、デクバが復活してやがる。ああ、そうか、これで燃え尽きないようにって優しい仕様になってる。そういう救済措置は。ああ、うまい、今のうまいな、お前。やるな。いやー。間違えた間違えた、なんか毎回間違えるな。上にいるんだよね、こいつら。調整が難しいな。倒せなかった。あ、倒せないんだ。どれ、あっ、すごい、あっ、はい、はい、攻撃されたら終わる。いやー、あ、ちょっと待って、かわいいな、痛みやすい。仕草はかわいいと思う。仕草はかわいいと思う。あー、でも小売業の人たちとか大変ですよね。今年からさ、ほら、変わるじゃないですか、紙幣が。紙幣とか、あとまあ、新500円玉かけたりとかするのがあってさ、診察に対応するためのさ、ほら、最近無人のさ、レジとか増えてるじゃないですか。あれに対応するための、レジを通すためのそのポス変えなきゃいけないからさ、それで旧ポスを入れ替えたりとかするとか、こっちで費用がものすごく莫大にかかってさ、アサンブルが大変なんですよ。それはでも、ないよね、だから僕はその全然違う部分で営業とか行ったりするんですけど、今はもうそっちでお金が取られるから、ちょっとごめんやけど今年は難しいことでねってなって、恐らくだからそれを管理するためのそのポスレジを管理するためのコンピューターとかもいろいろこう古いものを入れ替えていかなきゃいけないですね。いろいろ変えると、その紙幣が変わってこう使用記者だけが大変だぜみたいなんじゃなくて、こういうお店側がいろいろ変えたりとか起こったりとかして、じゃあ給料賞で2、3、1番、こいつが2でいい。悔しいからゴーマ様の秘密をバレしちゃうっぴ。ゴーマ様にとどめさせには拾んだ隙に剣で攻撃だっぴ。ゴーマ様、傲慢なさい。立ちて。スイッチでもあの仕様残ってんの。こいつら231じゃなかったら一生生き続ける。多いよね。あっ、パチンコで打つのか、それともテクノミでもか、パチンコミでもか。こっち行った、こっち見んなし。目玉が回る。視神経どうなってんの。これが呪いのなんか裏がちょっと。いや、いや、あー、逃げられた。あ、嘘、一発撃できなかった。えいや、あー、いや、いや、よしよしよし、まだ終わんない、まだ終わんない。あ、終わった。よし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 。あー、爪の敵、あ、ボスからね、ちょっとね、うにゅうにゅうにゅうに逃げられないっすね。まあまあ無事クリアすることができたんで、はい。あ、もう私遠慮なくハートの器どんどん取ってますよ。昔はね、なんかハート三つ縛りとかってやったりとかしててもね、うん、スリルのある冒険も面白いけどさ、それで実況がグダグダになったらね、見てる側がイライラしまうからね。ということで僕はアマちゃんなので、アマアマプレイでやっていきたいと思います。よし。
確かに強い。お前の自分が言うのにふさわしい勝負。改めてお前に私の願いを。さあちょっといろいろ思える。いや、ブルーホースはなくないでは済まざる。わしにはもう時間がない。問答無用。では心して聞いてくれ。わしに呪いをかけた。ブローキスパクアッチ。M 字ハゲを。7年経つとね、この時が例えば35だったとして42とかだね。邪悪な魔力、アイラロのどこかにある成長の場所を求めている。神の力を伝説の生産、トライフォースだ。ここに終わりだ。後にまだ勝ち本当のうちハイラル黄金の三大神性が理解する難しいね。すなわち力の目、尻の目、まして炎の手を地を耕し、赤き大地を作る。この英知を大地に注ぐ世界の王を与える。この豊かなる心により法を守りし、すべての命創造する。そうみたい。三大神その使命を晴れる他の国へ張り込む。神々の去りし地に黄金の生産核を持ってしまう。その生産核を世の断りの礎とするのも、またこの地を聖地とするのも、トライフォースに触れさせてはならぬ。悪しき心を持つあの者を聖地へ行かせてはならぬ。あの者はわしの力を奪い、死の呪いを。やがて呪いはわしの命も蝕んでいった。あやは見事に呪いを解いて、わしの命までは元には戻らぬ。わしはまもなく死を迎える。悲しむ。なぜなら今こうしてお前にこのことを伝えられる。これがハイラルに残された最後の希望だ。勝手に勇者としての運命託されてる。ハイラルの城に行くがよい。この城には神に選ばれし姫がおいでになる。この石を持って、ある男がわしに呪いをかけてまでもしたこの石。から降って湧いてきた。あーむずいなー。頑張るぞ。見どころいっぱい作んなきゃね。いやーエモいなー、懐かしいなー。何周したかな。もう今の操作性で分かったけど、やっぱむずいわ、ご教授じゃないと。霧の質を手に入れ、テクノキ様から託された森の精霊石だ。精霊石にはあれなんだな。読みがなすけど、頼むよ。お前の勇気を信じて、で、なんで、流行するんですね。わしの志をついてくれ。なんで、じゃあ。え？他に栄養を吸い取られすぎて枯れちゃって、まあ、だってあの理科のリーとかとさ、断りとは言えないでしょ。よいしょ、ブルーホース入られちゃう。さよなら、黒木さん。喉がイカれてるんでね、あの声が難しいっす。今ただいま夜中の2時半なんで、ね、はい、おいブルーホース、お前何やったんだよ。黒木さんは死んじゃったじゃないのか。どうすんだよ、お前のせいだったんだ。
やかましいですね。よし、じゃあ、最後の別れのところまでを行って、あ、終わりにしましょうかね。はい。何？どこ行くの？後ろ、どこよ？まあ、正しい反応でございますね。夢、大丈夫？俺たち国連族が森から出てきたら、お前ホテル行くのか？なんで知ってんだよ、みんな。おかしいだろ。デクの貴様との会話みんなこそこそ聞いてたな、これ。妖精がいるのに。行っちゃうのね。ブルーホース2日無料で見ちゃうって。だってブルーホース、セリアとしてどこと違うもん。まあ、お耳の形だったりとか、髪の毛とかの服装とか、ね。でも、そんなのどうでもいい。私ずっと友達、そうでしょ。オカリナ、逃げる、お先にしてね。あ、マジで、この、この曲が感動的なんですよ、本当に。でか。妖精のオカリナをもらった、サリオとの思い出の品だ。違いアイテムでセットして、ボタンを使おう。オカリナ、A と4つ、E、やめるときは B。これが聞いて、思い出したら帰ってきてね。ここで帰れるけど、まあ一旦はまあ、あれだね。後ずさ、走り去ってゆくじゃあ、霧のいいところまで来ましたので、一旦ね、ここでパート1は終了とさせていただきたいと思います。はい、アイラル平原ですね。速攻まずあの、小霧の森に戻りますというのも、あの、ベラベラ喋ってたら夜になって、一夜明けるのがめんどくさくなっちゃって、いいハット懐かしい！黒さんもいるからね。よし、じゃあ戻りまーす。よし、オッケー。じゃあ、一旦ね、ここで終了とさせていただきたいと思います。最後まで、ね、動画ご視聴いただきまして、ありがとうございました。まあ、長編のね、あの、映画じゃねえ、長編のね、作品になっていくかと思うんですけれども、まあ最後までご視聴いただけたら幸いでございます。まあいろんなゲームを並行しながらね、1日1つくらいのペースで上げていけたらなというふうに思ってますので、まあいろいろと毎日ね、いろんなゲームありますので、楽しんでください。では、またお会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。お疲れ様でした。チャオ。